スタジオだけどね、ちょっと風景をね、風景を撮って入ったどれ？スマホの入ってる入ってる入ってる、いい感じだよ。入る、うん、あのライトが非常にねいい感じで、あ、撮れてるね。大きいね。うん、よしよしよし。そしたらちょっと店長に言ってくかな。いい時だ、練習してくれ。うん、店長にね、店長さんにね言ってくるよ俺、うん、休憩でなんか飲むかね。水買った、買ってきた。ピエロが言うなの、ピエロ。これ A フラットってどういうの？ A フラットはね、G の4カポ。恋と言うなの、ピエロが踊る。アンドトライ踊りましょうか、 And try 炎のように、人は誰でも一度だけ全てを燃やす夜が来る。 And try今がその時、ためらわないで。あん、もう2番、まあ、わかんないな。これ2番コードついてないのか。あ、嘘。じゃあ俺だからさ、俺のまだそれだから、最新版はだからついてんだよな。あ、そうなの。そういうか、俺のはついてんだよ。いろんなアーティストのタグクリックと出てくるやつだよね。そうそうそう、これがね、うん、全部載ってるやつね。はい、うん、これいいんじゃねえか、これ。よし、これやつか。うん、じゃあアルペジオで最初いくって感じがいいよね。アルペジオでね、うん、本解けないとダメ。うん、うん、あ、すごい古いよね。中学時代になったもんだ。すごいよ。あ、いや、貴重、今貴重品だよ。5、6万するんだよこれ。あ、そう、うん、いや、すごいよ。すごいね。オフコースの譜面とかいいネタすんだよ。おおおお、あーあうん、イントロはいいもんね。いい、アレンジ適当に。イントロどんなんこれ。どうやっけな。ここに書いてあるのどんなんあるの。どうだっけな。中の時計の響き、小刻みにときめく心、時の夏をも忘れなさいと、寒い国から来た。
ピエロが踊る。アンドトライ踊りましょうか。アンドトライ炎のように、人は誰でも一度だけ全てを燃やす夜が来る。 And try 今がその時、ためらわないで。 And try 今がその時、ためらわないで。酒に酔って And try 踊りましょうか。 And try 流れるように人は誰でも一度だけ全てを燃やす朝が来る。今がその時、もう戻れない。今がその時、もう戻れない。この、人は誰でもとこさ、前村さんのコーラスじゃない方がいいか。人は誰でも一度だけ全てを。ここさ、どうしようか。一緒に歌うのか、ハモるか。全てを燃やすとか、コーラスの方がいいのかな。どうすんの、こう、あなた、そうなのがいいかな、一人で、まさか一人でさ。いやー、そう、これハモった方がいいと思うよ、これ。A メロが33のがいいんじゃない。なんかあなたはどうとか、さ、うん、さ、そう、しっとりで、そ、どこのネタなんで、 A メロだから、小刻みにときめくから、じゃあ、
どうすんの、ハモり出すの。そう、これマイク落ちるね。ああ、もう一回コピーしよう。まあいいか。この、なんか、この C やばいな、C やばいな、からイントロにしちゃう。そうしようか。そう、小刻みからね。じゃあ B メロからハモるかね。うん、小刻みにとどめる心、時の経つのも忘れないと、三国からかけてきた名のピエロが踊る。 And try 踊りましょうか。 And try 炎のように、人は誰でも一度だけ全てを燃やす夜が来る。 And try 今がその時、ためらわないで。 And try 今がその時、ためらわないで。全てを燃やす夜が来る。 And try 今がその時、もう戻れない。 And try 今がその時、もう戻れない、もう戻れない、もう戻れない。このエンディングは、あれでいいよ、新横見たくさ。そうですか。最後じゃらーね、何しようよ、ね、そうか。これさ、俺練習する。練習しようかな。でさ、これ店長来たらさ、リードギター適当に入れてもらおうか。あ、できんだ。できんだよ。うん、あの店長。うん。それでいいと思うね。
だからちょっとまあね、うん、入らないか。ダメだ。どうか置く？置かないとダメだ。うん。ちょっとあだマイクさんと下がってきたな。ちょっと、しけてみよう。映るかな。押しそうと上げて、これでどう？これが映るね。いいね。それでエンマさんが座ったとこがこんな感じ？うん。そこだよね。うんね、ここだね。これそう。これでいいでしょう。うん。あ、回しっぱなし。ちょっと店長呼んでっか。早く行って。早く行って、店長。うん。そんなにアドリブでできる人なんですか。いや、うん。潰れたんだよね。潰れた。あ、それでワッツアップでじゃあ、うん、同じことをやろうっつって、うん、あそこのメンバーたちで毎月やってるんだけど、あるあると参入できないから、うん、逆に俺らで企画して、うん、シュウさんと店長とか、あ、シュウさん、そうね。で、店長変わったかね。変わった。ワッツアップ。あ、変わった。うん。だからそういったら、あれか。俺らの土曜日とかに企画して、うんうん、シノさんとシュウさんの部分にはシノシュウね、シノさん、そうね。そういう、じゃあそれを来年あたりやるか。企画ものはできる。うん。企画もの。ね。片石さんとか。うん。ああ、片石さんやってんのかね。わかんない。全然わかんない。うん。片石さんなんかもうとっくに定年になったからね。ああ。そっかそっか。あと1年し、あれですね。65だからほら。65だ。あの契約も切れるかもしれないからね。ああ。そうかそうか。うん。ワッツアップあたりで、うん、昔の仲間集まるっていう、うんうん、そういう手だね。企画で、そうね。ヤギベント的にできなくはないよ、うん、ね。そうね。たまにオープンマイクやってるから、ああ。まずああいうとこ飛び込みで行っちゃうとかって多分あるんだよね。うん。なるね。ロッキーちゃんどうしたかね。お父さんただし なしだね。いや俺もほら携帯が。おお、はい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 、店長そろそろ仕上がってるから。いや店長ね、リードギター入れてもらいたいんですよ。え、僕ですか。そう。いいいいちょっとギター持ってきますよ。ね、およ、よかったよ店長来てくれて。ね、よし店長登場ね、登場でございます。そしたらね、不満店長の不満、
店長の部分はないけど一緒に 見るか。これ店長は基本見なくても大丈夫でしょ。椅子だ、椅子だな。椅子が、椅子が、椅子が、よしよし。店長さんがここに来て、なぜか、ね、店長、ね、なるほどね、店長そこで来た。じゃあサバさんがやっぱり真ん中か。いや、いいんじゃない。えいいよ、まあ、大丈夫、まあ、完璧は。はいはいはい、仕事中なんで、はい、開けっぱなし。あ、いいですよ、いいですよ、もちろんもちろん。これちょっと、あ、そうだ。あ、そんで、で、久しぶりに会ったってことで、キャンディーズ。お、は、じゃあ僕、そうそうですね、これ、はい。はい、はい。はい、キャンディーズのアンドゥートロワ。おぉ。これの、ですね。ちょっと店長じゃ座ってください。いやいやいや、立って。いやいや、そこ座って、立って。いや、そこね、これバーしてるんでね。できんのかね、いや、こういうね、バンドなんで。うちらも、だね、オリジナルはもうやんないんですよ。店長もう少し こっち、そうそうそう、そこに座る感じで。はいはいはい、いいねいいね、いいねいいねいいね。そじゃあね、半音だけで、そうやれば多分わかんないんで、多分合いますね。じゃあ店長ね、もう少しで、こっち来ていただけますかね。はいはいはい。じゃあ、ぶつけ本番で、練習がてら行きましょう。はい、じゃあ、佐藤さんから。曲は今の、アンドトラ。はい。いきなり入って大丈夫。大丈夫よ。じゃあまあ、OK。
か夢の中から駆けてきた愛という名のお酒に酔って And try 踊りましょうか And try流れるように人は誰でも一度だけ全てを燃やす夜が来る And try 今がその時もう戻れない And tryその時もう戻れないもう戻れないもう戻れないイエーイイエーイこんな感じでああ面白いですね重いねいいな。いいじゃん。初めて入った。ああ、そう。おお。いきなり入った。店長、あの次回もお願いします。ね、それは前回どこ？これね、フォルヒっていう。なかなか最近のあれですね。なんか似てるけど。結構海外と。チェコのギターで、なんかあの。なんか政治体制で外出せなかったらしいんですけど、今なんか変わっていくらぐらいする？これがでも20何万ぐらいですか？うん、結構しますね。で、あのマーチンとか30万ぐらいやると大体近い音してたんで。これあの塩崎さんって人の手作りのやつ。ちょっと弾かせてもらったりしていいですか？まだ一回も誰にも触らせてない。塩崎の、まあ、今いっぱいいんだね日本人でその手作りギターの制作家が。やっぱねブラッシングとかが非常に気に入っちゃって、あの繊細さとあとねストロークでジャラジャラ結構あの J50 みたいな音出てるストロークは。だマーチンの D28 と J50 の組み合わせみたいな、うん、いい雰囲気で。この恵比寿のドルフィンギターってそういうのばっかり。ああ、はいはい、はい、日本のその製作家のやつだね。100万とか高いね。いいね。全部。はい。これはそんなしないけどね。すんごいバカ高いギター。すごい。すみませんお邪魔しました。はい。これ YouTube アップしても大丈夫ですか店長？うん、いいですか？まあ。新しい。はいはい。ちなみにあの。キャンディーズってご存知ですか？キャンディーズ知ってますよ。あのマーケット。そうそうね。そうはい。店長おいくつぐらい？僕は43。あじゃあそんな話じゃん。そんな話。おいくつぐらい？ダメって言われてないね。あどうした？はい。すいません。だからわかんだ。わかんだよね。おいくつぐらい？ないね。うん。で、うん、こういう形だとこの曲が。ああ。はい。でこのままじゃ。決まった。はい。じゃあ、まあこれあの音出さないで、なんかいい音楽をね、流すからね。なるほど。ね。最初腕疲れちゃう。ちょっとこれ振ってもらってもらっていいですか？ギターとか階段とかカウンターとか。こんな感じで。